モーリー。はい、無事に到着おめでとうございます。はい、まあ、4日間早かったですね、アイナさん。いや、僕ですね、疲れました。めちゃくちゃ疲れましたね。ちょっとくたばってました。こんな感じで、こんな感じでくたばってましたね。いやー、ちょっと気が抜けた感じですね。ちょっとやっぱね、まあ普通一人、ここ一人じゃないですか。で、三人もいると、やっぱ気持ちが張ってる部分ももちろんありますし、はぁ、みたいな。はぁ、のび太くーん、ドラえもん。あ、違う。いやー、でももう本当に静かですね。もうびっくりするほど静かになりました。そうそうそう、あやさんと鹿児島来たんで、そう、その久しぶりに事務所を帰ってきて、あやさんと一緒に帰ってきてるんで、一人で帰ってきてないんですよね、この事務所に。そうそうそう、なんか一人の時間がないんですよ。そう、鹿児島に帰ってきて一人じゃないんで、ずっとなんか変な感じですね。うん、まあ、また7月に東京行きますんで、まあ、その時にですね、まあ、7月7日東京のセミナーあるんで、まあ、そのあたりに、帰りまして、で多分おそらくなんですけど、7月飛行機で一旦7月行って、また鹿児島の方戻ってきて、ちょっと準備してから、まあ、車で全国回るんで、準備してから、行くかな、どうしようかなっていう感じですかね。はい、車ちょっとね、6月がまあね、あやさんも知ってますけど、6月もうパンパンなんで、体力的に精神的に、その6月パンパンからの、7月7日東京でセミナーっていうことで、そこで車で6月の合宿終わって、はあ、終わった、合宿終わった、やりきったって、あと車で東京行くのはちょっときついので、おそらく飛行機で行って帰ってきて、ちょっとみたいな感じにしようかなと思ってます。はい、ということで、お疲れブリーフ。そう、あとなんかあるかな。はい、また多分ね、動画送ってくるとは思う、動画送るのかな、分かんないですけど、またいつも通りまた動画作りますんで、よろしくお願いします。はい、ではあと8月か9月ですかね。はい、まあ秋ですかね、鹿児島合宿の方に、今回ね、皆さん鹿児島は合宿、みんな合宿っていうふうに言ってたんですけど、ワンデーですからね、ワンデーセミナーなんで、しっかりと決済リンクをお送りさせていただきますんで、よろしくお願いします。合宿ですね、合宿。まあね、今度はちゃんと車の方はね、まあちょっと直近だったんであれでしたけど、今度は車を万全の状態にして、いろいろと、やっぱね、合宿はあんまね、まあ合宿だとマンツーマンじゃないと難しいですね。僕の車もね、レンタカー借りればね、いいかもしれないですけど、僕の車はちょっと4人仕様じゃないんで、合宿はやっぱ一人一人じゃないとちょっときついですね、車移動とかに関しても。うん、はい、ではまたお会いしましょう。あ、そうだ、モーリー東京来させないといけないですね、イカセンターを奢ってもらわないと。モーリーだよ。